ちらカイリンです。今回はですね M231K800万台に乗ってきたということで、まあこれもねなかなか JI が所有としては稀な車両と言っていいぐらいですね。というわけで今回は M231K800万台に乗ってきたということ で、で僕はちょっと JR の乗車券しか持ってないので中野まで乗車ってことになります。ではね、僕の大好きな水色に水色に青を足してしまうので、青々のカラー、青々の、ね、青森ってなったけど、青々のカラーの感じで、この青い、ね、カラー、じゃあまずね、これがなんで、JR が珍しいというかというと、まず 231系のクセして格好しちゃったりしないのは、なぜかというと、地下鉄に乗り入れるためですね。地下鉄に乗り入れが、まあ、こうなってるわけですね。仕方ないですよね。で、さらに、通常の E231系の場合、まあ、ロムの更新とかあれなんでしょうけど、各駅停車の表示が出ないんだけど、この電車は各駅停車の表示ちゃんと出すんですよ。だから、まあ、これ多分ロムの更新があったんで、まあ、それはまあ置いておきましょう。で、普通はなんですが、JR 東日本は、まあ、常磐線の各駅停車でも、ちょっと千代田線の色とは、ちょっといじって、あの緑だけど、ちょっとエメラルドグリーンっぽい色にしたりとか、ちょっといじるんですよ、ないから JR って。なんだけど、これ、いじらないと、これ、完全な東西線のストレートカラーなんですよ。なので、これ、JR の、ね、個性をね、全く出さない、出してないっていう車両なんですね。全くって言うかは、まあ、どうかなんですけど。で、まあ、なんで言ってもね、この209系のような、ね、色、ね、あ、色じゃない、209系のような、この、顔ですよね。非常に少ないので、まあ、時間はして乗り来るといいと思います。まあ、僕は前たまたま来たんで、乗るだけなんですけど。というわけで、まあ、この E231系800万台に乗っていきましょう。で、まあ、E231系って僕のドアのこれがついてるんですね。知らなかった。確か E231系ついてなかったと思いました。ドアのバタつき防止装置というか。はい。というわけで、まあ、中野まで乗っていきましょう。車内照明 LED ですよ。メトロの場合、東京メトロフリーワイファーの中に撮ったりとか、あとは東京の地下を明るくとか言って、あの LED 照明使ってるんで、まあ、同等のサービスかと言われて、ちょっとこれは Wi-Fi が飛んでないことにはちょっとお怒りですが、まあ、そこはどうでもいいでしょう。
次は荻窪、オレンジは右側です。地下鉄丸の内線はお乗り換えです。 The next station is 荻窪。 The doors on the right side will open. Please change it for the 丸の内 subway line.次は中野、折れ口は左側です。この電車は地下鉄東西線直通各駅停車西船橋行きです。次の中野から先は地下鉄東西線に入ります。中央線の各駅停車東中野大久保方面と中央線の快速電車新宿四ツ谷方面はお乗り換えです。The next station is Nakano. The doors on the left side will open. This train will continue on to the Tōzai subway line from Nakano. Please change it for the Chuo Line local service for Higashi Nakano and Okubo and the Chuo Line for Shinjuku and Yutsuya.
はご視聴ありがとうございました。じゃあずっと最初のね2319、またまた面白いし、僕がね一番日本一好きってわけでもないけども、そのぐらいの好きの値のいい列車なので、ぜひ皆さんもね乗ってみたらいいのではないかと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。これからの放送ぜひよろしくお願いします。では次の動画で、次はね東京まで行って、東京の方に行きます。